はい、じゃんくん、おはよう。おはよう。はい。なんか言ってる？今日はですね、平塚という場所で、ライブコンサートに出演いたします。そのための準備をもう朝早くからやっているところなんですけれども、ジャン君、ポンちゃんは相変わらずですね、今日はね、昼前に出て夜になるんだ。帰り、ごめんね、ちょっと長い時間お留守番になります。お願いします。よろしく。じゃあね。さあ、準備しなきゃ。はい、今ギターを一通り、全曲弾いてですね、練習をしました。ライブの前に弦を交換しておくべきだったかなともちょっと思いますが、まあ、もうしばらく このちょっとサビが来てるかなという弦を、使いたいと思います。このライブが終わるとちょっと間が空くので、まあ、次の何かがあったらね、張り替えましょうか。はい、ということで、準備もだいぶできてきたかな。あと2時間ぐらいでこちらを出る予定です。まだ少し時間あるね。のんびりしましょう。ポンちゃんはどこに座っているのかな？はい、お出かけ前のギターにくっついています。そのまま持ってっちゃうよ、ポンちゃん。ライブ中もそこにいる？みんなで一緒に行こうよ。ポンちゃん。やってる間はさ、ジョン君とポンちゃんはさ、ギターケースの中に入っているんじゃないの？暑苦しいわね。ここに寝てればいいんじゃないの？もう暑くないもんね。感じだよね。じゃんくんも そろそろ行ってきますよ。今日ちょっと長いお留守番お願いしますね、お兄さんなんだからね。はい、お願いします。はい、平塚洋館到着しました。これ正面から行くと階段になってるのかな。かわいいね。ここからは入れません。建物に沿って進んでください。人入ってるね。でもどこかこっちから入るのかな。よいしょ。
こんにちは。控え室がですね、音が漏れるので外に出てリハーサルに来ました。一歩ずんと佇み今日はちょっと眠ってもらおうかなと、足を少し伸ばし気味でゆったり聴いてください。3時の子守歌。Thank you.